はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ねえ、まあ、皆さんはたまにこう寝起きからね、あれ今日なんか調子悪いなって思う日とかありません？まあでもどこも痛くないけど、なんか頭がぼーっとするだけで、まあ、普通に動けるとかね、まあ、手足もいつも通りに扱えるのに、なんかおかしいなっていう日がねありました。まあ僕ね、調べ癖があるのでいろいろ調べてみたらですね、免疫抑制剤の副作用にねたどり着きました。精神変調、うつ状態、痙攣というねのが出てきたんですけども、まあこれやろうとね、思いましたね。まあ免疫抑制剤が減ってね、一番嫌なのはね、こう粘膜障害やからの嘔吐、下痢やね、体の痛みと、まあ痺れっていうね、のにね、もう重きを置いてたんですけども、こうまさかこの心にね、精神的に来るとはね、思ってへんかったのでね、もう焦りました。それがね、夕方6時ぐらいまでかなぁ、続きましたね、そんな状態がね。でもまだね、何日も続いてへんだけマシでしたけども、まあ、これからひょっとしたら出てくるかもしれないのでね、まあ、不安なこともね、あります。こうね、何かをしてると気持ちがこうパッて切り替わってね、何も感じないんですけども、例えばこうやって動画撮っててもね、もう何も悪いことないんですよ。まあ、今日はそんなことないですよ。朝から元気なんでね。この、まあ、今撮ってる時はすごい朝から元気だったんですけども。まあ、でもその日はですね、まあその動画中は何も悪いことなかったですし、まあ、ただ、こう撮り終えてカメラの停止ボタンをね、こう押して、まあしばらくしたらね、こう、ぼーっとするんですよ。ほんまに。一点集中みたいな感じでね。本当に、最近チャリ活してるんですけどもね、その自転車乗る前ね、降りて自転車止めた後に、その場でこう立ち止まってね、ぼーっとこう、チャリンコ持ちながらこうぼーっとしてると。よーっと我に返るみたいな感じで、そんなこともあったりとか、まあ、買い物中は歩いて品物を物色してるから行けてますけども、まあその日の状態はね、まあ、こう静止したらあかんかったですね。こんなこともあるんですね。これはね、報告した方が良さそうなので、先生、看護師さんにね、相談します。まあこの精神的不安をね、解消するお薬も出されるかもしれませんけどもね、まあこれも副作用だと思ってね、受け止めます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。